本日は、タケルバーススーパーレックス戦の試合結果速報と試合への声を見ていきます。天神戦以来となった日本での試合、当時は引退を撤回し、日本のファンに勝ったところを見せて引退したいと話していただけに注目が集まりました。しかし対戦相手は戦績167戦136勝という素ましい戦績で、直近では内藤選手含めた10連勝、天神選手を追い詰めたロッタンにも勝利をする超強豪です。今回の試合に向けて、海外超大手メディアのスポーツキーダのインタビューでは、 あなたにとって 今回の試合はキャリア最大の試合になり得たるかタケルはロッタンよりかも上かとの質問にはロッタン戦の方が勝つのが難しい試合になると思っているタケルとロッタンを比較するとロッタンの方が強いはずだ全然問題ではないとバッサリまたインスタでもタケルよりも大きいのは背に落ちている日本ナンバーワンのスーパースタード世界チャンピオンタイトルをかけると自身より体の大きい対戦相手と戦い KO 勝利したシーンを投稿しながら今回も勝利できると自信を覗かしています 逆にタケル選手は今回の試合が決まった際には自分の体があと何試合持つかもわからないしずっとロッタンと戦うためにやってきたからいろいろと思うことはあったけどこれをチャンスに変えるためにロッタンに勝っているスーパーレッグに挑戦することを決めたいつ終わるかわからない格闘家人生だから今を全力で戦う僕の格闘家としての最後の生き様を見てぜひ。是非 目に焼き付けてほしいと今回の試合含めて戦うのは残りわずかだと宣言していました。また試合直前にはフェイスオフあと1日明日チャンピオンになるとシンガポールを本拠点とするワンで戦うということで英語でアピール。また今回初参戦ということで試合前のプロモーションの多さや軽量の難しさを吐露していましたが軽量ハイドレーションテスト無事クリア。あとは明日やるだけ必ず勝って世界最強を証明するぶっ倒すと強い言葉を放っていました。そんな注目が集まった試合ですが試合結果に話題を移します。 1>, 1ラウンドはタケル・ローから組み立てるも2ラウンド目からはタケル選手の左足がミミズバレになるように3ラウンドはタケルがラッシュをかけて終了そして最後5ラウンドはスーパーレッグが圧。 時間終了で判定判定は50対45でタケル敗北に終わりましたスーパーレックは試合後ロッタンの再戦でもタケルの再戦でもやりますとコメント逆にタケル選手は勝って世界一位を表明したかった勝ってタケルについてきてよかったと言ってほしくて死ぬ気で頑張ってきたんです今僕ができる限界までやりましたこれ以上は体を作れません信じてついてきてくれた人ありがとうございましたと衝撃の引退発言をするのもマサトさんはまだタケルはロッタンと戦うべきことがある戦う違う味方での体の作り方がある とまだタケル選手頑張ってほしいとコメントしていましたまた試合中もタケルがローを聞かされているのを初めて見たと驚きの声夏川会長はタケル選手をみんなで応援しようぜ押すとコメント残しておりますまた安保選手も改めて格闘技ってマジで残酷やなだから魅力的なんやけどみんな絶対パワーをもらってるから胸が張ってください少なくとも今 MMA に出させている俺は今日の試合でめっちゃ勇気をもらいました明日から頑張ろう素晴らしい試合だったと振り返っていますなおタケル選手は試合後車椅子姿で 左足を包帯でぐるぐる巻きにしている状態で登場、マスさんもまずいねと心境を吐露していました。 なお、今回の大会を振り返ると、平田いつき選手が、三浦選手に何もできないまま3ラウンド終了。試合後、平田いつき選手は、ありがとうございました。三浦選手のおかげで、こんなにも注目を浴びて、試合できました。私はまだまだ、つロからです。変わらず応援してくれたら嬉しいです。まだ頑張りますとうう、投稿また、大会途中で、アブマから、第9試合、ライト級 MMA、青木シ也選手の対戦相手が、リネーカー選手に変更となりました。とまさかの発表がありましたが、これには早速、格闘 しジャン斎藤さんが青木深也戦を緊急決要した政治ノースカットは「ワント超大型契約締結後」 5年間で2試合合計タイム66秒しか戦っていません。と野球界のレンドンと皮肉、またジョビンさんも、俺たちは青木シニアの対戦相手が統一にバンタム級の対戦相手に変わった試合をどう捉えてみればいいのか、ジョン・リネーカーに勝ったところで一体何になるんだって思ってしまう。そしてとても嫌な予感がするとあまりいい変更ではないのでは、との声を残しておりました。党の方にノースカットはインスタグラムで、ファンのみんな、そして対戦相手の青木シニアには、今夜試合ができなくて申し訳ない。私のコーチ ビザの問題が土壇場になって発生し彼らは今アメリカに戻る途中だ。ワンチャンピオンシップは代役として世界チャンピオンの柔術コーチを用意してくれる。言ったが間違いなく世界で最も偉大な MMA サブミッションアーティストと対戦するためにキャンプ中ずっと一緒に練習してきたコーチを帯同させないことは僕にとってベストではなかった。 チャトリとワンチャンピオンシップの皆さん土壇場で最善を尽くしてくれてありがとうまた深夜との試合を楽しみにしてくれたみんなファンには申し訳ないワン165は信じられないようなワールドクラスのタレントが揃った素晴らしいカードであり 誰もがまだ楽しめると分かっていると謝罪していました。そして試合結果は青木選手の1ンド1本勝利、圭之ロ選手も青木氏にはかっこいいと調査の声を残していました。個人的には rizin に来てほしいです。このように色々なハプニングが起きましたが、6000円の価値はあったと思います。ぜひコメント欄でける選手や今回の大会のご感想をお聞かせください。最後に今後のためにもこの試合結果を的中した選手がいたかを振り返ります。まず元キックボクサーの4名の声を見ていくと、1人目にコウジ選手は 肘ありだったら、タケルがスーパーレックにボコボコにされるけど、肘なしキックボクシングルールだったら、俺はタケポンが勝つと思いますよ。と、早速、タケル選手勝利を予測。その理由については、みんなスーパーレック勝利を予測していますよね。俺はタケポンが行くと思う。倒すような気がします。リングはチャンス。金網あったらコーナーに追い詰められないから、難しいと思うんですよね。と、今回、馬に乗り込む形になりますが、タケルホームの日本開催、そして無泳体の良さをなくす、 肘なし、リングでの決戦とかなりタケル寄りのルールもあり、勝てると分析していました。二人目に平本蓮選手は、スーパーレックはロッタンに勝ってるわけだし、カードとしては昇格したと思うと、ロッタン選手との試合が見たいとの声が多い中、見応えがあるものだと断言。また、試合については、正面のぶつかり合いはロッタンよりもスーパーレックの方が強い、スリーンが試合になるんじゃないかな。ただ、タケル選手が勝つんじゃないかな。絶対に勝てうしい、ここぞという時に作って、 くれる人だと思っていると同じく K1 という舞台で戦ったものとして数々の名勝負を制したように今回も勝利してほしいと A6 って言いました X でもマン楽しみリング上でタケルさんの笑顔が見たいねと試合にコメントしております3人目に K1 マックス王者の小比類真希さんです対戦相手を分析し前へ詰めていくスーパーレックは強いと思いますが過去の試合を見るとスーパーレックは下がる時があるんですたける選手は下がらせることができるんで有利だと思いますいつも 通りりプレッシャーをををかけなながががららどどんどん詰めてていくとととと足を蹴って削りながらと相手の良さを消すすことができるとするもただ万が一スーパーレックが詰めて膝蹴りを打ってきたら無効のペースになりますと膝蹴りだけには注意してほしいと助言そして昭和予測についてはタケルは後半にプレスをかけていく5ラウンドもあるしスーパーレックとの相性がいいのでタケル選手が倒すんじゃないかとタケル選手初めてのワン5ラウンドでの戦いですが逆にそこも有利に働くとしていました4人目にタケル 選手の師匠の一人、サトさんは、まず対戦相手をロッタによりもっと強豪なんじゃないかという気さえしています。僕の周りの格闘技関係者の人たちに聞くと、スーパーレッグやばい、強いと言っています。しかし、キックボクシングルールだと、肘がないので、膝ハイキック、ローキックの選手に変わるんですよね。今回のルールは、ケルにとってもいいルールだなと思います。と、やはり武ル選手よりのルールだと明言。ただ、スーパーレッグはタケルからすると距離が遠い。タケルはその距離を潰して、インファイトで戦いたいと思う けれどインファイトで入ってきた時にスーパーレッグの得意な膝蹴りが入る。とやはり小緋磨きさんと同様に光るものがあると思ってか膝蹴りには注意と助言そしてただ中に入らないとタケルの得意のパンチの勝負がしにくいと思うので中に入らなければどうしようもないけれど中に入ったら膝蹴りがあるとだから膝蹴りを打ってくるけど。 それに頼る、鋼鉄のボディを作れとタケルに言った、と防御力を高めることが、今回の勝利の筆訣と考察していました。そして、総和予測は、チャトリさんは1ラウンドで KO があるかもしれないと言っていたが、僕の中では後半かなと思う。タケルのパンチは一発があるので、一発当てることができれば、5ラウンド中に必ずワンチャンスが来るので、そこをタケルが見逃さないことですね。ワンチャンス聞いたと思ったら、そこで終わらせるぐらいの気持ちで勝負に出てもいいんじゃないかと思います。後半、4、5ラウンドでの勝負だと思いますよ。 でもマスさん普通であればタケル選手の勝利を予測することが多いものの自身もスーパーレックス選手とのミッド打ちを受けたことで脅威を感じたのか明確な勝利予測はしていませんでしたただタケルローもよりすごくなっていたよキレが増したと話すなど期待ももちろんされていました 以上、今回は、竹るバーススーパーレックの試合結果速報を中心に見てきました。ぜひ、今回の試合のご感想もコメント欄で教えてください。なお、竹る選手の注目活戦も公開予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。また、今回の試合、アベマにて見逃し配信されています。ぜひ視聴されたい方は、概要欄、記載の公式サイトへの URL から登録をご視聴ください。2000円も安く視聴できるようです。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でも終わりきの楽しみにしております。